はい、では行きましょう。なんかちょっと詰まりましたが、まあ、無事開きましたので、ドワーフの世界に GO、 まあ、レベルはちょっと上がり目。あれ、ほう、降りていくわ。うわー、降りていくわ。海遊館や、海遊館方式。え、じゃ、分かりにくいんですよ、マジで。マジで分かりにくいんだって、割れ目が。おっ、いた、ドワーフの村。ほんまドワーフってこんな感じやな。ラリホー、あ、言わへん。アンリマー、人間ダメさ、入り口の仕掛け見破っただな、大したもんたて。せえよバカ野郎、この野郎、時間かかったやんけ。ほら、イラゴしてっからお前らが。ドワーフの村だべさ、ニトロの火薬、うん、道具屋のワッツが持ってるかもしんね。持っとるんやろ。はいはいほー、はいはいほー。おら、穴掘りすぎて3日間も迷子になってただ。その時になんだかでっけえ穴に出ちまったで。そしたらおめえ、何かでっけえやつが穴の奥で目光らせてただよ。その時俺は正直言って3滴ちびったと告白するだ。そいつか、それがボスなのか、次のボスなのか。武器屋さん、来た来た来た、自慢の武器防具、金はあるぞ。来たー、バゼラード、フラメア、ウィッチスタッフ、買う。交代してみんな買う。ウィッチスタッフ交代してみんな買うよ。フラメア、よし、だいぶ強なるな。めちゃくちゃ強なりますね。普通に10とか上がるから、うわ強いわ、めちゃくちゃ強なる。この下2つないっすね。まあ靴とかなのかな。ウィッチスタッフ、いや強なる強なる。フラメ、うわ強い、めっちゃ強い、腕力バカやな、マジで。アマゾネス。防具、逃げんな、逃げんな、何逃げてん、何逃げねえ、何あいつ、ちっちゃっといてくれ、あいつ、あいつなんかだるよ。お前、お前、何してん、ほら。お前、なんで逃げんねえ。うひゃ、人間だー。え、なんか、アイテムくれんちゃーん。そういうことするやつは。知っとるけ、わしらの守り神はノーム様じゃ。あ、土の精霊ノーム様。はあ、後々手に入るんじゃないの、土の精霊ノーム様ね。けーノームさんね、ノーム様。今日はマナーの宿泊がただ泊まっていいよ。朝まで寝てください。ボタンを押せばいいよ。うん、セーブしといた方がいいんじゃないか。よし、行こう。道具屋上あったけどね。ほっとんのかこれ。ほいほい、どいてくれろ、俺は穴掘るの忙しいだで、近づくと怪我するで。ほとる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 、急にやりだしたやん。やってへんかったやん今、急にやったやん。防具屋はないの、あ、これ防具屋さんや、多分。またちょっとめんどくさいですけど、いいね、迷彩のマント、羽のベスト、とりあえず迷彩のマント買うか。できるじゃない、仲間に渡す、できたわ、仲間に渡すが。めんどくせえこれ。 OK、 できました、できました。あんな便利機能があったとは。
オラたちドワーフはこうして穴掘って出てきた金属を使って武器を作ってるだ。いわゆるハンドメイドっちゅうやつだな。なるほど。マイクラみたいなもんや。ここですね。迷彩のマント。よし。いいね、いいね。強くなるね。よし、いいね。魔女の刻意、いいね。他のキャラは魔法使えへんのかな。 MP はあるんで知性上げていけば使えるようになるのかな。可能性はあるよね。ワッツ出かけた。なんかトンネルの奥の方でどえれいことになっとるちゅうて。村を出て右の方に行けばトンネルの奥に行けるだ。ダドンもモンスターうようよしてるけアイテムでも買うてけ。 OK。 これボスおるな、多分。間違いなくおるっすね。買い切っとこう。これで安心していいですかね。めちゃめちゃ金あるわ。村を出て右。村を出て右。いや、右なんもなかったけどな。あ、ワッツを探してるだが、やつならこの奥の方にいると思うで。ほれ、今ここさ、開けてやっから。開け方、どこ爆発してんねん、おい。なんでこっちが爆発したんや。とばっちりもええとこやで。敵おる、敵おる。モールベア、かわいいな。回るね、回るベアやね、これ。オッケー。いやまあレベルはね、結構上がってますから、多分余裕を持った戦いにはなるかなと。スライム顔悪いな。スライム史上最も顔悪いですね、これ。大体ロープレのスライムって可愛らしめで作られてるからね。一応確認して。あれ？なんか牢屋、あーな、あれがワッツ？え？牢屋ということではないのか。どういうこと、どういうこと。おいおいおい、なんか向こうもこっちに訴えとる感じはある。なんやねん、なんやねん、え、なんやねん、マジで。おいおい、いや向こうもなんかすごい喋りたそうやねん。なんやねん、あっちから行くんか。あいつ何してあんなとこにやられてんねん。相当悪いことしたんでしょうね、これ。こっちから行けんのかな。お前どうしてん、あれいた今。あ、これこれワッツ、あ、ワッツやだ。俺らがいかにもワッツだ。ニトロの火薬、あー、それならほれ、ここにあるだよ。もちろんタダだとは言わねえ。5000、高い、高すぎる。おめえ商売上手だな。しょうがねえ。3000力に、高すぎる。え、いや、あの、あとちょっと前やったら変えたで。お、こんなことしてる場合じゃねえだ。この場所はオラタ様、守り神ノーム様の神聖な場所だったのに、ノーム様いらっしゃらない。最近どうも地震やら地鳴りやらが多いので心配してきたみたいな。ノーム様行方不明、えれえこっちゃ。サッチのとこ行ったんちゃう。洞窟奥に進むだ。いいでもないぞ。いや、多分そのボッシー感が多分来てるな、これ。ボス戦来るな。でも多分レベル上げてるからね、いい感じだと思うんすよね。楽勝なんじゃないか説ですね、これね。まあ魔法は適宜ガンガン唱えていってって感じかな。でダメージ食らったらアメちゃん、早め早めの対策で、早めのパブロンで。こら、ナイス、意外と効いた。
けますか。よいしょ。いけますか。オッケー。スー。おっと、ゴブリンロード強そう。3体痛い。やっぱり効くな。あれやられるときついね。回復しときましょう。まんまるドロップノリオで、ここからまんまるドロップ期待やね。ほんでよいしょ、 OK。 あー、ありがとうございます。まんまるドロップ OK。 OK ってね。で、また渡り廊下行くんでしょ、多分。結構ダンジョン長いよね。回ってるときはガードが硬いみたいな描写なのかな。ダメージ食らうわけではないんですよね。また牢屋みたいなのがある、まあ、あれは牢屋ではなかったんですよね、厳密に言うと。回廊みたいなことなんでしょうか。ワッツが普通におったので、ワッツがオッツやったので、あそこはもう近そうやな。もう僕めっちゃ嫌いですからね、あの銀の女神像のこと。すごい嫌いになってます。吐き気がします。よっしゃ、おい、やりそうな気が しました。よっしゃ、よっしゃ、叩き込め。ミス。そしてよいしょ。手数はやっぱりみんなあんまり出してくれない。なんかやっぱ操縦キャラはもうすごい、やっぱもう打ちまくり殴りまくりって感じなんで、すぐ必殺とかいけるんですけど、そんなお二人たまらないですよね。なんかそこまで、女神像全然アクセスできないが、ここ下に行けばいいのかな。下に行けば女神像アクセスかな。スー、詰めろ、詰めてやれ。スーですね。嫌いやわ。じゃあまんまるドロップで、これ回復する像ではないので、しっかり、あきちゃん、京子さんはまだいいか。100切ったらちょっと回復しましょうか。で、一応セーブしときますね。じゃあ安心安全のため、一応ちょっとずつずらしてセーブしていってます。なんかあった時のために、住んだりした時のためにね。あ、そうしよう、俺出せないわ、マルドロップ。いや、もうボスは近い、おそらく。これ、詰めろ。京子さん、京子さん、もうちょい、いかんと。京子さん、いかんと。全然いかないじゃない、あなた。京子さん、全然いかないわね、京子さん。美香さん、じゃあ、あきさん、もし、ここはこんな穴今までなかった。おら、なんか嫌な予感がするだ。こいや。聞いた今の。こんなところ長いは無用。お先に。What?閉じ込められた。ジュエルイーター出現。なんで知ってんの。なんでジュエルイーターやって知ってんの。な、偉いの来た、偉いの来た。なんでこいつがジュエルイーターやって分かってんの。やれつま先やな、なんか。つま先狙ったね。聞いて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 。やれつま先を狙え。なんかわからんけど、つま先が痛いっぽい。ジュエルイーター、宝石をはむもの、ジュエルイーター。シー
あ、いつもやっとるやっとる。ナイス。そんな画面の端っこで戦うんでもええがな。いけるいけるいける。ホーリーボールで押し込む。ガンガンいっちゃってくださいよ。防御力がダウンした。あ、そう、京子さん、あきちゃんもちょっと危ない。あきちゃんすごい、あの反り方、これめっちゃすごい。東京ラブストーリーの時の反り方全然出てこへんのよ。ダイヤミサイル、あ、来た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 。ノーム様のやつじゃない。やるじゃねえか、やるでねえか、てめえ。全然バトルとしては何の面白いもない。この端っこでチク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 戦う。ぶちかまし、やっと出てきた。食らった。すんごい出てきたわ。次は右の穴から出てくる感じか。アキちゃんでいいですよね。来た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 、来とるよ。行ってこっちで詰めるから、わてらこっちで詰めますさかい。ボタン連打しますさかい。えらい食らった。アキちゃん、行ってくれ。あれ、アキちゃんじゃないか、京子さんか。もう分からん、もう。左が京子さん。待って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 、京子ちゃん、ナイスー。栄翔してください。なんか可愛いっぽいんですよねこいつ。いや、ちょっと待って、魔法でダイヤミサイル来た。そんなには効かないはず。大して効いてね。でも一応回復はする。ぶちかまされた時めんどくさいから。オッケー、打て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 。聞いてるっすよね。戦ってる感じがもう全くしないんですよね。とりあえずこれで魔法は全使いです。もう一回ぐらいぶちかましてくるんじゃないかな。さあ、あとはもう詰めるだけ。プロテクトアップ。何をしとんねん、何をしとんねん。俺刺さった。お、なんかえらい動いてきた、動いてきたよ、動いてきたよ、動いてきたよ。ちょ大丈夫、食らった。すぐ行く、みんな。うわ、もうないわ、もうない。ドロップがいけるか。え、ドロップない、やばいやばい、いけっかな。でも魔法ばっかりやられるからかわしようはないんでね。いって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 、攻撃は最大の防御なり。出てきた出てきた出てきた、すごい出てきた。え？お尻こんなんやった。お尻ちっちゃ。倒した。ケツちっちゃ、あいつ。よし。お前何してくれてんの、お前。伝説の地底獣ジュエルイーターだがや。このトンネルに入り口、大地の裂け目は別名宝石の谷と言われているだ。
その宝石の谷で1000年に一度世界に異変が起こるときジュエルイーターは生まれるって言うぞ。ジュエルイーターは出るし、ノーム様は行方不明だし、一体どうなってしまうんだろう。行くしよい。誰だわしの噂話をしてるの。ノーム様ちゃうこれ。ノーム様、ノーム様。当たり前じゃ、見ての通りピンピンしておるわい。いつものように昼寝しとったら巨人に食われそうだったらわい。ノムさん、私たちに力を貸して。うん、かわいこちゃん乗りましかい。幸男の方がいいわい。幸男の頼み事は断れないたちの、よかろうドーンと任せなされ。ノムゲット。これいきなり魔法が使える感じです。使えない。なんか条件があるんやろな。はい、ニトロの火薬差し上げますだ。いや、お金は1000もいただきません。ありがとうございます。ドワーフのトンネルの出口までオラの魔法のロープで送って差し上げましょう。はい、だばお達者で、ノーム様よろしくお願いしますだ。あ、帰ってきた。ここや。いや、ノーム様の魔法ないのよね。これは知性の足りなさを言っているんでしょうね。だろうね。いや、これ全員なのかどうかもわからないんでね。びっくりした。誰もついてこへんから、なんでなんと思って今一瞬、誰も来てくれへんだから今一瞬ね。なんなん、一瞬仲良く来たやん。俺ばっか張り切りマンみたいな感じで。シピンシピン、あ、こいつか。ほら、そんなに効いてないな。54か。必殺技、まあ確かに無敵っぽくなるんで、強いっちゃ強いんですけど、ダメージとしてはまあせいぜい 1.5 倍ぐらいですかね。倍ぐらいか、倍いかんぐらいっていう感じですね。アマゾンス力いこうよ。いや、どうしよう。一回知性上げてみるか。いや、力行こうよ。ゴリ押そうよ。そんなもん。ゴリ押しのゴリさんで行こうよ。結局、こういうゲーム、殴る力がもうすごい大事と僕は思ってるんでね。こう昔のレトロロープレイ。ダーツ手に入れた。ダーツ手に入れたよ。あいつ持っとるやつやん。装備じゃないよな。多分武器やな。単体攻撃とかそういうことだよね。ほら、遠くの敵にダメージだって。結構効くんかもしれないですね、これ。よいしょ。結局ほんま攻撃系のゲームはね、もう物理で、どんだけぶん殴れるかなんですよ。ほんまに、ほんまただのそれだけなんですよ。もうまあもうさっきのボス戦でよく分かりました。レベルはちゃんと上げとかないと多分勝てないんで、なんか低レベルクリアみたいなのはかなり難しいというか実質無理系かもしれないですね。まあ効率よくやろうと思ったら、ザコットから逃げずにしっかりレベル上げていく。ただその成長に関してのやり方はちょっとわからないですけどね。なんか職業変わってくっぽかったんで。ダーツ来い。頑張ると。職業選択で多少変わったりするんでしょうね。多分ね。いや、もうとりあえず一目散よ。買うもん買わんと。いや、もうちょっとまんまるドロップではね、正直危ないんですけどね。ダメージ的にね、もう少しこう
100以上回復するものがもう欲しくなってきてます。すでに100ではちょっとしんどいねっていう気持ちですね。さあサラマンダーの日、絶対市場に行動する。こいつら絶対起きよらへんな。あ、セーブすればよかった。はい、じゃあまあキーがいいので次回はここから行きたいと思います。あの大砲に乗り込みに行くという感じです。で多分商業都市に入るのかな、かもしくはもう向こうの草原の国まで飛ぶか、どっちかですよね。はい、じゃあ次回。